どうぞお手柔らかにお願いします。うん、天狗のオペラ王だ。いるだけでめでたいね。注目の一番人気16番テイエムオペラ王、実力は完全に上位ですね。貫禄すら感じてしまいます。芝のコースで力を十分発揮できそうですね。18番アグネスデジタ2番人気です。一番人気に負けず劣らず、いい仕上がりですね。トップスピード瞬発力ともにいいものを持っていますね。いざ行こう。美しい青空が広がる東京レース場、ターフも絶好の両馬場になりました。注目のテイエムオペラ王、十分に勝利を狙えますよ。威風堂々とスタートを待つのはこの馬娘、アグネスデジタル。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。さあゲートが開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。12番のテイエムオペラ王、この2人が競り合っているぞ。12番会長に飛ばして行きます。12番先頭に立ちました。2番手の位置で先頭を伺うのはテイエムオペラ王。早くも激しい競り合い。その外並んで17番4番手ファインモーション、そして外目をつきましては11番1馬身差、14番少し離れて6番アグネスデジタル、外から行く少し離れて3番1馬身離れてツイープ東証、1馬身差7番、そしてその内から行ったのは1番、外には10番、それを見るように2番すぐに続いて5番外から外から15番、大欅を越え4コーナーへ。テイエムオペラ王ここで抜け出した。互いに足を溜めている展開。これは直線勝負になるか。さあ内から先頭を伺うのは12番テイエムオペラ王、花を進むファインモーション、2番手につけ様子を見守る。最終コーナーを曲がって最初に駆け抜けてきたのはテイエムオペラ王。テイエムオペラ王先頭は舞い上がれ、日の出より高く400を切りました。テイエムオペラ王強い、強すぎる、完全に抜け出した。テイエムオペラ王ここから一気にちぎるか。残り200、足色は衰えない。テイエムオペラ王リードは8馬身、先頭は変わらず。テイエムオペラ王、テイエムオペラ王強い走りだ。このレースの主役は間違いなくこの子でした。レジェンドレースを制しました。テイエムオペラ王の完勝でした。2着アグネスデジタル、3着に入ったのはスイープ東証、